腕力で刀を振り回すから刀の重さに負けるんだぞ。安住を見習え、安住を。強さは力じゃない、速さだ。おい、安住どこ行った？あ、本当だ、いない。いや、さっきまでいたぞ。ああ、よく蹴るな。おー、安住！安住！もうすぐあの山を越えて俺たちが外の世界に出る日が来る。ああそうだ、俺たちみんなで使命を果たすんだ。なんかそれかっこいいな。おう、俺たちいつも一緒だ。ああ早く山降りて大暴れしてえな。星が見えない。当たり前だろ、昼なんだから。星は夜って決まってるもんな。うん、じゃあ昼間の星はどこにあるんだ？ミスこれ焦げすぎじゃないのこれ。川魚はこのくらいがちょうどいい。煙ボンボンってないよこれ。おい、ながら。はい。お前びしょびしょじゃないか、どうしたんだ。あ、水の中で戦う、食うんだよ。今日もね、こいつ負けたんだよ。川落ちたの。何落ちたの、負けた。お前は今日は飯抜き。使命なんて果たせない、果たせない。無理無理無理、バカ。じゃあ寝とんないわ。そうだ、俺さ最近誰が強いか分かってきた。おお、誰よ。ナチか安住が1番2番。安住は速いしナチ強いからな。で、浮葉と日向が互角で3番手。あとはまあどんぐりの背比べだな。俺だって結構強い方だぜ。なあみんな。なんだよそれ。ナチ、かっこいいなそれ。けどよ、そんなお守りなんか聞くのかい。こういうものは信じないやつには聞かない。いや、俺には聞かないな。まあヒューは猿だからね。ほんとお前みたいなカエルみたいな顔に言われたくねえよ。山降りるぞ。山降りる？本当かじ？やっと来たんだな。俺たちが使命を果たす時が。ああ。
ご子息か。川が勝利したとはいえ、この無事らしさだ。今度こそこんな戦を終わりにせねばならん。何としても我らの手で太平の世を築き上げねば。しかし豊臣勢がこれで引き下がるかどうか。うん、おそらくはまだ混乱が続く。天下取りを狙う者どもを根絶やしにせぬ限り、この世に平和は来ぬのじゃ。ゲスト、刺客じゃ。達人揃いの刺客たちを育てて、戦を起こす輩を一人残らず殲滅するのじゃ。みんな起こして広場へ連れてこい。お前たちはまだ物心がつかぬ頃より、わしがその素質を認め、この山で鍛錬を重ね育て上げた住人である。その身につけた武術は今や外界の武人をはるかにしのぐものである。いよいよお前たちはまだ一度も見たことのない外界に出て、その武術を使って使命を果たす時が来た。寝食を共にし、互いによく知り合い、お前たちは強い絆で結ばれておる。そこで今から仲の良い者同士二人ずつ組になれ。お前としかねえだろ。もうしちゃう。決まったか。よく聞け。この先お前たちに与える使命は、すべて過酷を極める。資格というものは殺す相手を選ぶことはできん。ある時は幼い者も、ある時は人望厚き者も、その使命において殺さねばならん時がある。鋼の心を持って鬼と化す。これが資格の道である。ならばお前たちに最後の試練を与えよう。知り合い、今組んだ者同士殺し合え。この戦いに敗れて死んだ者はもとより、この先の使命を果たす素質なき者、ましてや友を殺せぬ心弱き者も同じく先の使命を果たすことはできん。勝った者は相手にとどめを刺し小屋に戻ってくるがよい。戦わずして逃げ出そうなどと考えても、お前たちに生きる道はない。始め。
知恵の命令だと。やるしかないな。来いなよ。お前も思いは同じはず。どちらかが生き残り、その道を歩むことになる。
なんでだ。何時だ。俺もよくわかんねえけどさ、死んだみんなの分まで頑張って俺たちが使命を果たせばあいつらだって喜んでくれんじゃねえのかな。なあジー、俺が無駄だ。大事な使命があるんだ。庄司に関わってる場合ではない。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ、じい、なんであいつら切っちゃいけないんだよ。野党100人ぶった切っても世の中からん。いつもながら見事だな。
おお、こやつら頼もしくなりよった。要件は何だ。あ、天海様からの文です。お前たち期待してるぞ。あれ、いいね、いなくなった。今のは中戸という忍びだ。対面を果たすために日に陰に我らと共に行動しておる。で、なんて書いてある。浅野長政、加藤清正、真田昌幸、右三名の者、関ヶ原の戦を未だ豊臣方の敗北と認めず、豊臣家の後継者たる若き秀頼殿こそ真に天下人にて、秀頼殿成人の暁には天下を移譲せよと迫れり、この者どもこそ徳川にあだ名さんとす逆賊なり。葬り去るべし。ラセラサヤ、そこの名護、何をしてる。止まれ。うん、若い女子が一人。これこれ、よいよい。はっ。なかなか別品な女子じゃのう。何をやってるんだ。見てわからぬか。釣りじゃ。釣り。お前は釣りをしたことがないのか。そうか、お前は釣りをしたことがないのか。楽しいぞ釣りは。バレー世上のこともこうして釣りをしているとな、パーッと忘れることができるんじゃ。それにこんな大きいやつでも釣ってみろ、一生自慢できるってもんだ。ここにいるやつなら2、3匹で腹いっぱいになるしな。腹が減ってんのか。魚が食べたいんだ。魚はこうやって取るもんだ。何やってんだあいつ。さっさと切っちまえよ。もういい。行くぞ。いや、楽しい娘じゃ。名は何と申す。弾み。お前は？ほら、殿に向かって何という口の利き方さ。長政、朝の長政じゃ。お前が戦を起こすのか。うん。
住むわ。かわいそう。それは確かか。はい。浅野家はまだ隠しているようですが、長政殿は暗殺されたに違いありません。光栄もろとも長政殿を暗殺するとは、いかなる手段を用いたのじゃ。一体何者じゃ。家康に決まっておろうが。殿、恐れながら家康の手の者かどうか、その確たる証拠がありません。証拠だと？関ヶ原の戦で石田軍に勝利して以来、家康めは天下を取ったがごとき振る舞い。だが元々の政権は我らが豊臣秀頼様の持つべきもの。それを返せとわしと長政と真田昌幸とで家康に攻め寄ったんじゃ。それがこの結果だ。次はこのわしを狙ってくるぞ。分かっておりまする。されどここは一つ慎重に。た！証拠だの慎重だの勘弁よ。お主はふぬけたか。このわしの首が飛んでからで遅いぞ。この勘弁、殿より後に死ぬことはござりません。この加藤清正、どんな敵であろうとも臆することなどない。家康は大バカ者じゃ。我らが豊臣方の大名が団結して戦になれば、イエスなどこっぱみじんじ。血の気が多くて困ったお方じゃ。飛び猿、は殿には死んでもらうぞ。
清正を取った。よし、行こうぜ。みんなも喜んでくれてるよね。うん。なあ、ジ、あいつら全然強くなかったぞ。お、あんなのれい連中どうってことねえ。あいつらが弱いんじゃない、お前らが強すぎるんだ。だから指名以外にやたらとその力を見せてやんなら。あ、向き合ったの猿みたいな忍者。面白かったな。キーって。忍者？うん。誰も傷を負ったらんだろうな。じい、俺たちが忍者ごときにやられるわけないだろう。忍者だろうが何だろうが俺たちの敵じゃねえやな。なあ。忍者は刃先に毒を塗っとるから気をつけろ。毒？うん。わずかな傷でも死に至る場合がある。うわ、恐ろしいな。おう、あずみ、大丈夫か？どうした、あずみ？いや。この間の長政も今日戦った相手も本当に悪い奴なのかなって。何言ってんだぜ、お前どうかしてるぞ。だって俺たち切った相手のこと何も知らない。あいつらにも俺たちみたいな仲間がいるんじゃないかな。バカなこと言ってんじゃねえよ、アズミ。あいつら悪い奴に決まってんだろ。そうじゃなかったら何のために俺たち。そうだろう、じい。じい、そんなこと聞くまでもない。いい加減にしろ。鋼の心をもなんとかす。黙ってくれ。ああ、せっかく使命果たした自分、ちょっとら正面行ってるか。よく似たものを探したもんじゃ。次は刺客どもを殺せるか。勘弁よ。
お主のしくじりを見るのも楽しいが、余興はもうそこまでじゃ。猿よ。はい。今度はこちらから攻めるぞ。は。開いちゃった。おお、かっこいい。やっぱし強えな兄貴。おめえもなかなかのもんだよ。やっぱし。なあみんな。なあ、おやじ。兄貴。なんだよ。兄貴。もしかよ。兄貴。俺さ、左にも穴開けようと思うんだけど、その方がかっこいいよね。バカ野郎。お前そんなことばっかやってるとな。おふくろに怒られんぞ。やだ、母ちゃん怖い。大丈夫。母ちゃん怖い。何？足元気をつけて、ね、沈めるから。帰ったぞ。ただいま。いや、その帰りだ。客だ。仕事だぞよ。兄ちゃん。猿見て。お、怒った。おい、仕事ってなんだ。字は読まねえ主義だ。その者たちは極悪な刺客どもだ。見つけ次第問答無用で切り捨てよ。そう書いてある。こいつが人相書きだ。すまねえな、こいつら頭いかれてるからよ。かわいいなこの子。女が一人に、とっつぁんが一人、男が一人、二、四。こんな行くから。いるいるな。手ごわい相手、強敵だ。やれゃいいんだろ。俺たちは人殺しができて金まで入りとなりゃ文句はねえ。ほんとかわいいな。ああ、楽しんでこい。
おお。私八重。八重。稽古してたの？うん、まあ稽古っちゃ稽古だよな。ヒューガたちも芸人なの？芸人？あ、いや、俺たち山の中で暮らしてたから身は軽いんだ。私たちも子供の頃から稽古してるけど、ヒューガたちみたいにはできないね。子供の頃から？うん、俺たちと同じだ。綺麗だな。異国のものらしいの。異国？海の向こうにあるところよ。おいおい、早く片付けな。火が暮れちまうぞ。はいはい。もう行っちゃうのか。明日の昼には。私たち旅芸人だから、同じ場所で同じ芸をしてもお客さんは来ないわ。いや、俺が来るよ。明日も明後日もずっとね。ありがとう。でも小さい頃からずっとこうだから。じゃあ元気でね。またどこかで。兄弟は、佐治木三兄弟の3人は死角を追って追跡を始めております。敵の居場所も確かめて確認済み。あんなうつけどもに死角を打てるとは思いませんが。分かっておる。佐治木三兄弟の3人はほんの挨拶代わりじゃ。飛び猿、西川の牢獄へ行け。あの男を出せと。目には目を、毒には毒をじゃ。おい天城、日向、お前らいつまで寝てんだ。起きろ。やっべえ。ナイチ、ちょっと出かけてきてもいいか。どこへだ。昨日の旅人誌で面白いみたい。あの可愛い子か。俳優身のこなしは戦いに出るが参考になるしな。旅芸人の娘なんかに入れ込むな。うるさい。ナイチ、出かけてきてもいいだろう。なあ、昼過ぎには立つぞ。それまで戻ってこい。俺も一緒に行く。あ、じゃあ俺も。浜家行かねえのか。
受かりやがっていいのかじい。おい天樹起きろ、いつまで寝てんだ。約束は明日の夕刻のはずだぞ。はあ、まずいことになりました。何？切ったのは清正にあらず影武者。敵もこちらの動きをつかんでる様子、追っ手が迫っております。じい、どうした？清正は生きとる。切ったのは影武者だ。安住たち呼んでこい。すぐに立つ。ああ、天樹起きろと言ってたろ。ああ天樹どうした？だな。好きなんだな、八重が。もう少し一緒にいたかったんだよ。せっかく会えたんだし。まだ遠くまで行ってないかもしれない。行こう。ほら、行くぞ。おう、そうだ、探しに行くんじゃん。おい、行くぞ。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 ごめんな、じい。またできるから。締め立派に。もういい。喋るな。まあ、いったな。死んだ仲間の分も働く。あの子たち楽しかったなぁ。私知ってるよ、八重が気に入った人。あ、安住。違うよ、男の人のことよ。何の話よ。ごまかしたってダメ、ちゃんと分かってんだから、ね、惚れたところで相手は旅人、二度と会うことはない。どうせ俺たちは出なし草の大道芸人。こいつらだ。年格好はこんなもんだろうな。じいさんもいるしね。ヒーフミーヒーフミーヒー。人数多くね。女多いし音が足りねえな。ざっと会ってりゃいいんだよ。そんなことよりよ、すげえなこの女たちの。間違いねえ、こいつらは失格だ。え、いや全然似てねえじゃん。だったってりゃいいんだよ。あのお侍様、私どもに何かご用が。
何もしないから。本当可愛いね。お名前なんていうの？名前なんていうの？ちょっとだけ触らせてよ。邪魔なんだよ。兄ちゃん、もったいないな。やりすぎだろ、兄さんよ。命を済ませそうなんだ。来ないで。こいつらもざっと似てるな。兄ちゃん、こいつらじゃん。かわいいあの子。お前ら俺たちを追ってるのか。ああ、そうみたい。その人たちは関係ねえだろ。俺たちは切りたいやつを切るだけだよ。そうか。それじゃあ切られても文句はないな。かわいい。サル、お前に仕事がある。引き受けてくれたら罪を全部なかったことにして帳消しにする。ここから俺を出すとあ
た人がたくさん死ねよ。こんな時に何やってんだお前らは。人を切ったのか。使命以外で刀を抜くなとあれほど言われたろ。違うんだ、八重は俺たちに間違われて襲われたんだ。人相書きを持ってた。だから八重は。すぐここを立つぞ。清正が生きてる。俺たちが切ったのは影武者だ。なんだって。おい天樹どうした。忍びの毒にやられたんだ。天樹嘘だろ。行くぞ、早押せ。行くって。地天樹はどうすんだ。天樹は助からん。うち何を言ってるんだ。置いてくっていうのか。そんなことできるわけないだろ。俺たちは何のために今までやってきたと思ってるんだ。くそ、俺はもう頭の中ぐちゃぐちゃ、わけわかんねえよ。使命を全うするために生きているのを忘れたか。俺たちは共に育った仲間を切り、目の前で人が襲われるのを見殺しにした。憎くもない敵は切っても罪のない人たちが死ぬのを助けることができないなんて。俺たちの使命って何なんだ。それに天樹をここに置いてくなんて。誰に刀を向けてるんだ。ずみ、刀を引き受けろ。今のお前の剣ではもし一匹殺せん。ただの棒振りじゃ。もはや死角にあらず。天樹、天樹ごめんな。行こう。
ねえヒューガー、丹後に来ない？え、私のふるさと弾みも呼んで一緒に行こう。丹後か。ごめん八重、丹後には行けないかもしれない。他で階段酔いだと思ったらやっぱりな。俺の鼻はな、犬並みなんだよ。誰だお前ら。俺、最上美女なる。三人組の後はお前らか。いい雰囲気のところ悪いけど死んでもらうよ。この子は関係ない、引かせろ。ダメ、好きな女子の前で切られて惨めな姿を見られる。それがまたお前の苦痛を盛り上げる。なんだと。あんた自分が切られたこと想像したことある？血がドクドク出てきて、いくら苦痛に耐えてもダメ。もう死ぬことが分かってるからね。あっさり死ねればいいのに死ねない。あんたその時どんなこと考えるの？あんた一本折れてるじゃない。ダメダメ、猿、あんたの刀貸してあげて。半端ないで切ったってつまんないでしょ。心配するな、安心しろ。その子に用はない。一本だから負けたなんて思われたら尺だからね。なんでこの刀に唾がないかわかる？俺は受け立ちなんてしない。一振りで必ず動けなくしてあげる。俺もそうしようと思った。ゾクゾクさせるね。
動いちゃダメ。そこで見ててよ。逃げると切るよ。痛いよね。早く死にたい。まだまだ簡単には死なせないよ。お前いい加減にしろよ。もう勝負ついてんだろ。サル、その楽しみの邪魔だってするとあんた死ぬよ。やってみろ。お前の悪趣味には虫が走るんだよ。一人残すのも哀れだね。ビジャマル、関係のない女を殺すことに何の意味がある？生きてることに何の意味があるってのさ。行くよ。今度の相手はもっと強いんだろうね。よかったらあんたに相手してもらうからね。分かってる？サルトビー、そいつは立派に戦った。可愛いなって、もう少し一緒にいたいなって。ヒューガは八重のこと好きだったんだ。また切られた相手の仲間が切りに来る。いつまで経っても終わらないわ。ずっと殺し合いを続けるの？世の中には悪い奴がいるんだ。誰かが切らなければならない。蓮見がやることないわ。他の誰かがやればいいのよ。恐るべき使い手の手代、すでに刺客の一人を撃って倒しました。しかし私はあんなやつとても好きにはなれば嫌いです。まあそう言うな。飛び樽、やってもらいたいことがある。勝負は我慢じゃ。
あいつらどうしてのかな。あいつらはもう死んだんだ。そんなことはねえ。安住たちはきっと来るよ。月斎殿、加藤清正は蒲生に向かっておりまする。蒲生船だ。海へ逃げるつもりでしょう。そうなる前に蒲生で撃たねばならんの。しかし月斎殿、敵はこちらの動きをつかんでおりまする。黙って待っておりますまい。わっとる。こうなったら我らの方から仕掛けるぞ。持ってけ。何かの役に立つ。すげえ。気をつけろ。爆発が近いと自分も吹っ飛ぶことになる。おい。顔だな兄ちゃん。このケツはいいからな。死にたい。みやみに人手を減らすな。おい。金か。もっと金が欲しいか。お前らの力が必要だ。ちょいと手を貸して手助けしてくれりゃ、金と賞金はまだまだ出るぞ。はじめ見て、あの山を越えると丹後まで5日で行ける。そっか。じゃあ八重はもうすぐお母さんに会えるんだな。うん。お母さんか。あずみはお母さん知らないの？小さい時からじいとみんなと一緒だ。はずみ、これ着てみて。女の服だ。あ、こっちの方がいい。刀が隠れて都合がいいや。はずみは女の子よ。俺は女の子は俺なんて言わないの。
として動いちゃダメ。できた。綺麗言うなよ。はずみ？はずみには刀なんて似合わない。人が死ぬのはもうたくさん。
ここまで来るとは大したものじゃ。なぜとどめを刺さん。殺してしまっては餌になりませぬ。餌と申したか。あと一人倒さねばならぬ刺客がおります。
ありがてえな、こんな山ん中でよ。どっちにしよっかな。やめろやめろ。じゃあやめた。お前にする。タロちゃんそっちあげる。いただきます。逃れようとしても避けられぬ。切りたくなくても切らされる。この人が守ってくれる。いつでもきっと。私待ってるね。私が安住の帰ってくるところだからね。傷さえ負っていなければお主の勝ちであった。惜しいな。お主がもし味方であったなら。飛猿、あとは任せたぞ。
いくら待っても来やしねえよ。小娘一人に神戸様も大げさなんだよな。ちょっと頼む。おい、ちょっと待て、お前さっき休んだばっかりだろ。今度は俺の番だ。じゃあこれで決めるか。よし、じゃあ裏だ。表。一人残ってるんだってね。強いのが楽しみだね。じいさん生きてんのかい。いちいちうるさいね。猿、そろそろ死ぬ？あんたみたいな死に損ない本当に助けに来ると思ってんの？ねえ、じいさん。もう来てよ。
じな偉そうに住んでねえだろうが。ふざけんじゃねえ。ここは俺たちの町だ。うまねえかね。やっちまうれしいね。ほら、誰も邪魔する者がいなくなったよ。
りもしなかった。終わったの？全て終わったの？浮葉も長野も死んだ。まだ俺がいるよ。お前がなすべき使命はもう何一つない。これから自分の思いのままに生きるがよい。ただただ生き抜け。ジー、俺ジーがいなきゃどうしていいか分かんないよ。お前は泣かん子じゃったのにの。
官兵衛や。はチートばかり刺激の強い感じやったな。飛び猿がまだ戻っておりませぬ。二段は禁物にござる。近くなんぞにビクビクしてたまるか。死ぬ時が来たら人は死ぬんじゃ。案ずることはない。殿はなかなか死ねませぬ。運が強すぎまするゆえ。勘弁よ。いよいよ戦じゃ。あの家康の老いぼれめ、木っ端みじんにしてくれるわ。勘弁よ。お主はようこのわしを守った。帰ったら湯にでも入りに行くか。ながら何やってんだ。アスミ、俺たちだけになっちゃったよ。これからどうする。浅野長政、加藤清正、次は真田昌幸を撃つ。今度は俺たちも死ぬな。俺たちは絶対に死なない。生き抜くんだ。